見つかった。やめろよ。おはようございます。おはようございます。今日は走るんですか。今日はまあ一応走ろうかなと思って走るんですか。出るんですか。出るつもりですか。はい。はい。そうなんか大決して飽きたわけではなくて、勝てないから来ないわけでもなく、はい、社長が今イタリアに行ってました、ケントと一緒に。あ、そうなんですよ。なんか24モデルの試乗会をイタリアでやるとか言って。あ、だからいないのか。直樹くんの走りにはめちゃくちゃ合うと思うよ。あ、そうですか。買います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 。いや、ちなみに松浦さんと俺の車体番号隣同士なんですよ。え、すごい。そうなんだ。一緒にレンチャンで買ったから。へえ。1月の4号、ね、どっちが前なんですか、数字。先輩。ああ、先輩。じゃあ今日のレースさ、年齢順でやろうぜ。実は俺2位ぐらいになる。松浦さん優勝で俺2位で、次誰だろう。原千代さん。あ、原千代さんと俺同い年だけど、どっちが先だっけな、誕生日。ああ、誕生日。まあいいや、3位以内入れればいい。あ、やべ、林さん1位。林さん優勝。80歳だからな。だってこの間林さんさ、紙飛行機飛ばすの50年ぶりだとか言ってたよ。50年。エッチらしい。じゃあお願いします。冷たい。これかなり冷たいでしょ。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい。おい、やば、めっちゃ冷たい。すいません、なんかあまりこの映像興味が湧かない感じなんですけど。結構エロテ、エロテ、エロテ。ついてくる。こいつついてくる。原強チーム。おはようございます。原強さん、ウォーマーついてないけど、わざとっすよね。ウォーマーまだいいんすよね。大丈夫。何分からかけるってさっき。あ、俺差し忘れ心配だからもう入れときました。もう、はい、だって絶対忘れるんで。タイヤが死ぬ。じゃあ抜こうかな。でも俺、その30分前にスイッチを入れるということの自信がないんです。あ、なんか秘密がある。左右に、あ、これが秘密な、これがやばいんだ、多分バレたら。ある意味、ある意味やべえ。やばいですよね、左右に、こんなステッカーあるんだ。あれ今日どっちですか ?4 号っすよね。多分4号。やべ、わかんねえからな。4号っぽい。4号っぽい。よくわかんない。加藤さんに、まあ、やり。今日、直樹くんと松浦さんに絶対勝つんでしょ。今日は勝ちます。今日は勝つよね。昨日練習、調子よかったでしょ。昨日調子よかったんですけど、ちょっと、マシンに不安があって。あ、そうなの。ブレーキが止まってフロント。
なんか松浦さんたちが屋敷が超速いって言ってたよ。いやあんま変わんなかった。あんま変わんなかった。あ、林さんのホールショットデバイスがこれが起きて、おーすげー、おーおーすごい、これ原強アックス製ですか。あ、自分で作ったんですか。すげー、林さんのホールショットデバイスやばい。おーすげー、これいいですね。林さんこういうの作れるんですね。お仕事何してたんですか。足が短いからさ、そんなことできねえ。あれ疲れますしね、レース前にあれやるの。一度押すのでダメだ、これ俺は無理って思って、じゃあこれはなんかねえかなって考えて、すごい、さすが。え、リアもある？え、これホールショットデバイス、あ、え？これギュッと沈めて、あ、ここに引っかかるの？すげえ。あ、これはかかとで押すんですか？あ、すげえ。すごい。ああ。やば、これも林さん作成。おお、すげえ。これはね、足が短いですよ。いやいや、でも MotoGP みたいですね、前後沈めてスタートするなんて。面白い。ステップもすげえ短く、これもちっちゃくしてるから、私はめっちゃ寝かす、あー、ちっちゃくして上げてすらないように。面白い。これもちょっと取り回しが独特。あの、これデバイスセットするのって これはグリッドでやるんですか、リアは。いや、ちょっとセットするとこ動画撮っておきます。これね、めちゃくちゃいいんですよね。カンガルー、僕これ使ってます。うすいさん、ここ繋がってんのって、小指繋がってんのってやっぱ怪我しないようになるんですか。そうなんですね、小指引っ掛けて折らないように薬指で補強できる。ああ、なるほど。あの、3本掛けとかの人は切っちゃってもほつれないようにはなってます。ああ、そっかそっか、切っちゃえばいいですね。広瀬が切ってましたね、確か。あ、本当に。でも、俺全然これ繋がってても違和感ないですよ、2本なんで。多少余裕も出してるんで。ああ、そっか。これがいいですよね。これが、まあ、広い範囲で滑って怪我しない。手の毛が本当にできます。うん。一番売れてる商品どれなんですか。今本当カンガルーの、あ、やっぱグローブ。俺これつけてから多分10回ぐらい転んだんですけど、1回も怪我してないです。おー、いい感じ。予選今日の感じだと5番手ぐらいですか、予想は。そうですね、まあでも新島さんの前からでは何も。そうですね。そうですね、今日吉沼グランプリですから、はい、グレモの16です。16杯、はい、ちょっと重めにしてある。何これ、アンカー。アンカーっていう台湾のメーカーなんですけど、へー、リパーとかマスターとかブレーキ作っ
作ってるメーカー。いいんだこれ。結構いいです。へー。荒津さん予選に向けてタイヤ交換ですか。そうです。何ですかその工具の。ああそういう使い方なんだ。アダプターが種類。すごいすごい。あスナップオンだ。さすが。あそういう。おおなるほど。すげえな。なんかさっきからいろんなとこ行って、あの林さんのホールショットデバイスとか、はいはいはい、いろんなネタがあって面白いです。あれは本当に誰か作んないのかなと思いますよね。ねあれすごいっすよね。一人でかけられるっすね。うん。
疲れ様でした。いや、屋敷はオーバーダウンしたから抜けたけど、吉田さんはね、抜けなかったな。惜しいですね。めっちゃ、あ、そう、6、7、8がめっちゃ丹生さん速い。そう、6の入りで、うん、すごい速いです。体当たりしようか迷ったんだけど、まあ、選手会長です。確かにお疲れ様です。はい、じゃあ打ってください。やりやがったら。今ニールからダイナ張りしたね。狙ってます。完全に狙ってる感じでしたけど、いい映像が撮れたと思います。では続いて静止の後レクション。はい、一言一言大本選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。熱い走りをしてましたが、どうでしたか今日。ノービス D に上がりたかったなというのがあったので、あとライバルの期待に負けたので次は頑張ります。はい、また終わりしてます。優勝おめでとうございます。ライズ選手はノービス D を足しましたね。おめでとうございます。ノービス C クラス優勝ライモモ選手となりました。これ足、おい、決勝だね。はい、決勝です。超欲しい、これ。2人で何だそれ。欲しいですか。まあまあ欲しい。じゃあどうぞ。おっおっおっ、レースはですね、吉田選手より俺の方が早かったから順位は負けたんですけど。吉田選手、大丈夫ですか。言われてますけど、吉田選手、吉田選手、なんか順位、リーグ選手が良かったって言われたんですけど。あ、タイムです、タイム。タイムは吉田選手よりもリーグ選手が良かったって。こいつ、こいつない、こいつない。いつも吉田さん、俺港君じゃないですか。で、今日港君後ろまで来てたんですけど、吉田さんいなければ俺もちょっと港君から逃げるから。え、そこの動画で、でも港君って無力になった。最後エリスで後ろ見たんですけど、あの距離だったら大丈夫です。まだ、はいはい、なるほど。じゃあ、よろしくお願いします。